水族館の割引券、本当にいただいてしまっていいんでしょうか。契約の方が本命なのでは。その、すみません。母は帰宅が遅くて。水族館、何年か前に家族で行ったきりだっけ。もうどんな感じだったかも曖昧だな。あ、目玉は巨大水槽なんだ。触れ合いブース、トンネル型の水槽、あ、ショーもある。マノ、こういうの好きそう。めぐるは3人ならどこにでも行きたいって言いそうだな。うん、ちょっと遠いから待ち合わせを少し遅めにして、いや、現地集合じゃなくて一緒に行く方が。ショーやる場所と始まる時間から逆算するとして、ちょっとゆっくりめに回るなら、できた。ここのところアウトドアか誰かの家に行くことが多いし、たまには違うところはどうって誘ってみて。遊びすぎかな。マノとめぐると行きたいけど、いつも三人で出かけてるし、最近は私が提案することも多いし、二人は他の人とも交流したいって思ってるかも。そもそもオフなんだからちゃんと休みたいんじゃん。優しいから言わないだけで。誘いすぎは迷惑だよね。二人と遊べたらって、一緒にいられたらいいなって思うけど、これは私の希望で、二人がどうかはわからない。私のわがままに二人を縛り付けたいわけじゃない。はぁ、バーカ。メッセ？今度のオフ、三人で遊べないかな？マノとヒオリがもし予定なくて遊んでもいいなって思ってたらなんだけど、誘いすぎ？誘いすぎだね。でも一緒に遊び行きたいよ。二人が良ければ遊んで。めぐるちゃん、こんにちは。私も、ひよりちゃんとめぐるちゃんと遊びに行きたいな。マノ、ありがとう。マノ、めぐる。聞くだけ、聞いてみよう。プレゼンしてみて、二人がいいねって言ってくれたら、私も二人と遊びに行きたい。やったー。水族館の割引券をもらったんだけど、どう？水族館？あ、水族館。ペンギンさんとかもいるかな。いたらいいな。いたら絶対見に行こうね。ペンギンがいるかはわからなかったんだけど、
巨大水槽が目玉みたいだよ。二人が好きそうなショーもあった。いろいろ試算したんだけど、聞いてくれる？そこまで？ひよりちゃんありがとう。聞かせてもらえたら嬉しいな。どこかの駅で合流するのがいいと思う。移動も行楽のうちだから、ちょっと早めに9時くらいで。はい。目玉の巨大水槽は水の量が7500トンもあるらしいよ。ちょっとどれくらい見るかわからなくて20分くらいにしたけど、ここは臨機応変に。待って、トンって何？全然想像できないよ。一般的な浴槽が200リットルくらいだよ。お湯を張った状態。お風呂って200リットルもあるんだね。逆に分かんなくなった。見に行けば分かるよ。はあ、思ったより暗いね。足元を気をつけて。ここを抜けると巨大水槽だよ。日和一押しの一押しっていうかごめん、間違えてない。でしょでしょ、日和のプレゼンで一番気になったもん。楽しみだな。あ、着いたみたい。はあ、これはすごいね。数字で見るのとは全然。そうだね、大きいって分かってたのに。うん、想像してたよりもっともっと大きい。上の方が明るいから太陽光が差し込んでるように見えるね。本物かライトかは分からないけど、海の底に来たみたい。本当に海の底にいるみたい。とっても素敵だな。うん、音がないからかな、魚がゆっくり泳いでるように見える。そういえばサメって他の魚のことを襲わないんだね。不思議だな。いつも一緒でみんな仲良しなのかも。いいねいいね、みんな仲良し。そう思ってみるとなんだかみんな笑ってるみたいに感じるな。ほら、あの子とか。エイ？あ、本当だね、にっこりしてるみたい。でしょでしょ、ずっとこっちに顔向けて泳いでるんだね。人が気になるのかな。ここの平和は僕が守る。で、勝手にアフレコしちゃったけど、もしかしたらそう思ってるのかもしれないね。エイ隊長、見回りお疲れ様です。イワシ隊員もご苦労。イワシ大群でぐるぐる回っているから、確かにそういう風に見えるね。何してるんだろうって思い始めると、その魚をずっと追いかけちゃう。うん。ダメだ。ん？移動しない。他の場所を回って戻ってくるか決めてもいいと思う。このままだと多分ずっと見ちゃうよ。ショーの時間も近づいてるし。うん、そうだね。まだ見て回りたいところあったもんね。うん、せっかく来たから次行こう。戻ってきちゃった。
土産屋さんまで行ったのに。誰もお土産買って出ようって言わなかったからね。ふん、もう一回みんなで海の底行きたいなって。そうそう、日和も他を回ってから戻ってこようって言ったし。いや、そうなんだけど、そうじゃなくて、まあいいか、時間はあるし、今度は好きなだけ眺められるね。ちょっとはしゃぎすぎちゃったかな。あれは仕方ないよ。お腹が鳴らなければずっと痛かった。すごく綺麗になったね、めぐるのお腹。もうおやつの時間が近いもんね。私もお腹空いちゃったな。まあ入場券があれば再入場できるらしいから、とりあえずはご飯食べて水族館に戻るか他に行くか考えよう。うん。でちょっと遅いお昼何食べる？お腹が空きすぎてなんだか迷っちゃうかも。わかる。今選択肢出されても、全部って選べなくなっちゃいそう。ひよりちゃんは何か食べたいものある？もしかしたら二人の迷っちゃうには入ってないかもしれないんだけど。何何？魚が食べたいなって思いました。お魚？いや、ごめん、やっぱり忘れて、違うのにしよう。え？なんでなんで？いいと思うな、魚。ふん、水族館のお魚さん美味しそうだったもんね。え、マノもそう思ったの？ふん、サバさんとかイワシさんとか丸々してて綺麗で、きっと新鮮なんだろうなって。あ、泳いでるから新鮮なのはそうなんだけど。なるほど、美味しそう、そういう視点もあるんだ。日和も？うん、イワシとかサンマは水族館にはいなかったけど、小さい魚は一尾で買うこともあるから、ハリとか厚みとか色ツヤとか、あと当然なんだけど目が濁ってないのを見るとつい新鮮だな、美味しそうだなって思っちゃって。ごめん。全然謝ることじゃないよ。私料理できないから、そういう見方ができるんだって知れて嬉しい。マノも魚美味しそうだなって思ったんだよね。うん。じゃあじゃあやっぱり決まり。いいの？もちろんだよ。お魚食べに行こう、ひよりちゃん。ありがとう、マノ、めぐる。全然、どういたしましてだよ。ひより、具体的に何が食べたいとかってある？お寿司にお刺身に煮付けと焼き魚、お魚でもいろいろあるから迷っちゃうね。確かに。え、そこまで考えてなかった。漠然と魚がいいなって。水族館で見た魚じゃなくてもいいの？そうだね。そうしたら旬のお魚がいいかな。今の旬？イワシも入る？ギリギリね。今の時期だとサバとかブリとかも旬だよ。サバは塩焼きとか味噌煮とか竜田揚げが美味しくて、ブリは照り焼きが有名かな。ブリ大根も美味しいよ。あとはカツオ？これはたたきとかお刺身とか。桜エビも旬みたい。体
かき揚げ食べたいな。あ、いいね、かき揚げ。家で揚げ物は手間だし、カリッと揚げるのも難しいし。飯テロ。ますますお腹空いてきちゃったよ。私もお腹が鳴っちゃいそう。行くなら定食屋さんかな。見つけやすそうだし、きっと種類もあるだろうから。古本、桜木隊員、八宮隊員、索敵を開始してください。目標は魚料理がいっぱいありそうな定食屋さんです。